ごきげんよう皆様、ぶどうです。ついにショパンコンクール結果が出ましたね。皆さん見ました？僕もね、ドキドキしながら見ましたよ。いやー、よかった、よかった。まあとりあえずメモってきたんで発表します。1位、ブルース・リウさん、カナダ、モントリオール音楽院の方みたいですね、モントリオールはね、少し住んだことがあって、モントリオールっていうのはですね、カナダなんですけども、フランス語を使うところでございまして、で、ね、街並みもね、すごいヨーロッパ的なんですよ。カナダってアメリカの上なんで、だいたいアメリカっぽいんですけど、モントリオールはね、すごいヨーロッパっぽい場所でした。まあ歴史的にもね、こうフランスの植民地だったりっていうことで、フランス語が使われてるところで、こういうところで育った方なんだなと思って、演奏も、まあ、すごく男性的な演奏というのが正しいのかな、男性的な力強い演奏をなさる方だったんじゃないかなと思います。おめでとうございます。そして2位、反田恭平さん、おめでとうございます。2位です。まあすごいです、快挙です。しかし僕の中では1位でした。まあこれはもう個人的な感想なんで。いやー、でも素晴らしいです、おめでとうございます。そして同率2位でアレクサンダー・ガジェブさん、彼もですね、彼独自の、彼だけのこの世界観があってですね、僕大好きでした。やっぱああいう自分だけのオーラ、自分だけの世界観を持ってる方、僕非常に大好きなんで、すごく音楽も繊細でしたしね。いや、僕はね、個人的に大好きな方で、はい、この同率に反田さんとアレクサンダーさん、すごく嬉しいです。いやー、よかったですね。そして第4位に、小林愛美さん、おめでとうございます。前回から2つ順位を上げましたね。いやー、小林さんもね、素晴らしかったと思います。この後少し小林さんのファイナル語らせてください。反田さんのファイナルについてはですね、違う動画で語ってるんで、ぜひそちらの方を見ていただきたいんですが、今回はとりあえず小林さん語らせてください。皆さん見ました？皆さん見ました？僕はね、アーカイブで見ました。アーカイブで朝起きてすぐ見ました。いやー、よかった、よかった。今回はね、一言で言うと、女性の強さ、たくましさ、そういったものをね、感じましたね。反田さんが男性らしいたくましさとか、男性らしい強さとか、男性らしい繊細さとか、そういったものをね、見せてくれたと僕は思っているんですが、小林さんは女性らしいたくましさ、女性らしい強さ、女性らしい美しさ、女性らしい繊細さ、なんかね、そういったものをね、見せてくれたんじゃないかなと思っております。前回の2015年のチョソンジンさんが優勝した時のコンクールもね、ファイナルで6位だったと思いますが、その時もね、素晴らしかったですよね。でもその時はまだいい意味で若い、若さあふれる演奏、彼女のこの生命が、の生きる生命がこう溢れているかのような、若さあふれるアグレッシブな演奏だったかと思うんですが、今回は芳醇でたくましくて、はい、もう凛としていて、それでいて美しくて、それは演奏、音色、その立ち振る舞い、すべてから、感じました。音もね、すっごい深くて、あの最後の結果発表と結果発表の時に、小林さんダントツで華奢でしたよね。ダントツで華奢だったんですけども、音は誰よりも深かった。誰よりもたくましかった。誰よりも豊かだった。誰よりもおおらかだった。いや、僕はそんな風に、感じました。なんかね、前回から本当にいろんなことを経験されてきたんだろうなと思ってですね。一人の少女が、こう、た
くましい凛とした女性になる。なんかね、その人生の物語を見させていただいたような、あのコンチェルトに全て詰まっているような、そんな気がしましたね。現在私自身毎日6時間 YouTube でピアノを練習するという企画をねやらせていただいてるんですけども、もし小林さんがこの5年6年毎日6時間ピアノを練習していたと仮定してね、もしですよ、で計算してみたんです。そしたら365×6 でだいたいね1万3000時間ぐらいなんですよね。はい、まあだから1万時間ぐらいだとしてね、はあ、やっぱり人間って1万時間練習するとこれだけ変わるんだと、1万時間積み上げるとこれだけ変わるんだなと本当に思いました。それは技術的なことだけじゃなくて、なんか技術的にもきっとね、このロシアンメソッドというものがあるんですが、ロシアの音楽を取り入れられたのかな、まあ、ロシアだけじゃなくていろんなものを取り入れられたものの中にロシアも取り入れられたのかなと感じさせるような、感じさせられるような演奏だったんですけども、それは音とかフォームとか、いろいろ見させていただいてね思ったんですが、まあそういう技術的なことだけじゃなくて精神的にもやっぱ5年6年一つのものをガンと積み上げると人間ってこんなにたくましくなるのか、こんなにこの中心がビシッとね見える、そういった人間になるんだと、いやそういったものを、感じさせられました。先ほど女性のたくましさなんていう言い方をさせていただきましたが、いやまさに女性のたくましさはですね、この1万時間の練習、いやもっとですね、もう5年どころじゃないです、もう10年20年のその彼女のピアノと孤独に向き合ってきたその中から生まれた凛としたたくましさ、女性的な強さ、そういったものだったんじゃないかなと思いました。いや本当にね、今回のショパンコンクール素晴らしかったですね。本当にたくさんのものを僕はいただきました。私たちがこのコンクールを見てね、一番大事なのはいかに自分の人生に彼らの強さたくましさを自分のものに少しでもできるか、いただいたものをどれだけ自分のものに昇華できるかというところですよね。もうガンと前に進んでいこうということでですね、毎日6時間 YouTube で、ピアノを練習しております。ぜひ皆様遊びに来てください。はい、僕も情熱を持って毎日やっております。ぜひ遊びに来てください。休憩時間にはねフルーツ食べたり、皆さんと情熱的にお話ししたりまあねやっております。ぜひね遊びに来てください。15時から21時です。ということで本当にショパンコンクール感動しました。素晴らしいものを見せてくださった、ショパンコンクールのピアニストの皆様ありがとうございました。本当に感動のこの1ヶ月でしたね。それじゃあ皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。